ということで今小川社長もおっしゃってくださいました。本日のこちらステージイベントトップバッターを予定しておりました帝京浅川高校和太鼓部の皆様、残念ながら中止になるかと思ったんですが、1曲だけやらせていただきます。すいません、せめてものちょっと楽器、生楽器ですからね、とても敏感ですんで、その辺はご了承いただいた上でちょっと1曲だけ個人の思いを込めて皆さんに演奏していただきたいと思いますんで、どうぞ皆さん盛大な拍手でお迎えください。帝京浅川高校和太鼓部の皆さんです。